ウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。2月2日日曜日の全国の天気をお伝えします。西日本から東日本は広く日差しが降り注ぎ、お出かけを楽しむにもぴったりな天気となりそうです。一方、日本海側は雨や雪の降る可能性があります。北陸は雨や雪、そして北日本の日本海側は雪が舞う可能性がありますので、外出の際は空の変化にお気をつけください。また翌日3日になると、北日本の雪の降り方も強まり、積雪が増加する恐れがあります。ぜひ日曜日のうちに除雪作業は早めに済ませるようにしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。